本日の筋なしは内容豊富につき、いつもより15分延長してお送りいたします。あしからずご了承くださいませ。今日はね、すごい女優さんですからね。女優さん本人はね、もう本当自然体の方なんですけども、ちょっと僕も緊張しておりますが、新幹線多分一緒だったんですよ。向こうの、マネジメントされてる方に会ったんですけど、それじゃあお互いに会わないでおこうということで、したんですけど。どうぞ。すいません、本当に。本当にどうしましょうみたいな。どうしよう、私本当に何にも考えてない。僕も何も。で、衣装だけ選んだんですけど。はい、でもね、一緒にこう、普通、そのドラマもご一緒したことないですし、ちゃんとお話ししたことないですよね。なんで私がここにいるんですか。ちょっとみたいな。いやいや、僕はね、僕は勝手にその人のもの使わないから。僕はね、やっぱりね、そう、なんで私ここにいるか、なんか噂でここに来てしまったと思いますけど、っていうかノリでカンクロさんとか、そうですよ、カンクロが悪いんですよ。あとさんまさんとか、だから、いつも子供にお年玉とか言ってる。いやいや。それでちゃんと私お礼をちゃんと言いたいから連絡先教えてくださいっていつも言うんですけど、ええわ俺から言っとくからって言って、だから私気持ちはちゃんとお礼を言いたい気持ちはあるんです。僕もうちの子供にはさんまさんからいただいてます。すいません、本当に。何の話でね。それで勘九郎さんが絶対に面白いから、出てみてとかって言って、面白そうとか言って、まさか本当になると思わなかったんですよ。今まで東京だからちゃんと見たことないんですよ。ないんですよ、東京の人はあまり噂だけでね。だからどういうテンションだから、いや知りません、もう。どうしよう。上の例えば鎌田っていうディレクターが OK 出しますんで、それまでやってたらいいんですよ、お互いに。その本当になんか浮いちゃったらどうしよう、なんかどうします、本当にどうします。本番お願いします。この番組は台本も打ち合わせもない即興ドラマをお送りしてまいります。そのため辻褄の合わない流れや気持ちの悪いな、さらには互いの腹の探り合いなども見え隠れいたしますが、あらかじめご了承くださいませ。今回の設定はボロアパートと男と女でございます。スタジオには昭和30年代に建てられたと思われるアパートの一室を用意いたしました。室内にはあえて家具を置かずに2人分の荷物だけを入れてあります。またセットの外には少々の持ち道具を用意しておりますが、ドラマ中これらのものを使用するかどうかは出演者の自由となっております。結構ドキドキしますよね。でも慣れてます。今日何本目ぐらいなんですか。そんな尋問みたいな、これ何本目ぐらい。もう33本。でもね、絶対慣れないです。本当全然慣れないですわ。そうですか。はい、やるとあれですわ、もうどんどん分からなくなっていきますわ。本当もう何も分かんない。私これ乗り換え。そうなんですか。そこにあったかなと思ったんです。見た方がいい。宗教的なもんで逃げてるな。いいです。水は出ません。はい、はい、もう寝とこう。
どうしよう。もういつでも大丈夫ですか？え、大丈夫です。わかんないけど、やるしかないですもん。お願いします。おたけさん、OK です。では本番いきます。よろしくお願いします。10秒前。8、7、6、5秒前。4、3。この番組は名古屋で作っています。何も撮ってないです。だからこっち、空き家やもてここが来たんですよ。これ、いや何も、これ、これ私のだよ。これ、私のだよ、あんた。これだって、私のだよ、ほら。いや何も撮ってないですよ。どんなもんでしょ。いや、分からないです。何も撮ってないです。ね、誰やんた。いや、違う。あ、すぐ出ていきます。すぐ出ていきますけど、ずっと、さっき、ここドア開けたら、あれだったんで。何？ちゃんと言いたいことあったら、ちゃんとはっきり言ってちょうだいな。あ、絶対警察に言わんといてください。すいません、ね、分かんないよそんなの。いやもうそれやったら言います。でも正直に言ったら許してあげるかもしれないけど。何？泥棒？何？ずっと無言電話入れてた僕です。すいません。何もしません。指一本触れないから、指一本触れないから逃げないで。いや指一本触れないから絶対に。いやいや、すみません、あのね、ずっと、引っ越してきたのも見てましたし。どこに住んでる人よ、あんた。もう、あ、隣の隣に住んでる。わかった、知ってる、私。やだ、あんただったの、無言電話入れてたの。いや、違います、すみません。いつも1時とか2時とか3時とか言って。いや、すみません。そんな。なんで無言電話入れてたの？好きになったんです。いや、だからちょっと大きな声出さんといてください。ね、近所の人が来はって誰か言わはったらあれですから、すみません。指一本折れません。指一本折れないから僕の話聞いてください。いいよ。なんで口でちゃんと言わないの？そっちがあまりにも慌てはるからですよ。ここへ来てちゃんと喋ろうと思ってたんですよ。違うよ。急にマサオちゃんとかなんとかって言わはって、いやもう嫌われると思ったんですよ。でもだって今までだって廊下で会ったりしてたでしょ。その時にどうして普通にこんにちはって言わないの？私はちゃんとこんにちはって言おうとしたけど、あんたいつもふーとかって言っちゃって逃げちゃってたでしょ。だからこんにちはって言いないでしょ。人に挨拶する時は目と目を見なくちゃいけないっておばあちゃんから言われなかった？どうしてちゃんと無言電話じゃなくて挨拶できなかったの？無言電話を一回したら無言電話がずっとあって、無言電話の方がいいと思ったんです。で顔は見ても喋れないし、無言電話の方が僕はその方が好きだったんです。ずっとどんどん女どんどん好きになって、一日何遍も入れるようになったんですよ。それでこれはいかん、これはいかんってそんな性格じゃなかったのに、これはいかんと思って、とにかく一遍話してちゃんと。そんなのに、そしたら普通にこんにちはって言って私がいる時に入ってくればいいのに、どうして突然入るの？変な人なんじゃない？変態って思われてもしょうがないんじゃない？そしたらしょうがないんですけど。それにいくつ？46です。嘘です。48です。私のこといくつだと思ってるの？33か。ちょっと独身でしょ。独身だと思ったんです、ずっと。ああ、独身は独身だけど。
でも年は違う。わからない年は。なんで好きになったの？顔。いい人だね。顔が好きだったんです。前一人男の人なんか一緒に来られた時もものすごい気になってずっと気になったんです。あ、あれはお父さんだよ。田舎に住んでる。だからそういう人もずっと気になった。そんな性格じゃなかったんですけど、僕は。どういう性格なんですか？何してるんですか？会社はおもちゃの会社に行ってるんですけど、もう今おもちゃ。はい。おもちゃってだから作ってるの？うん、販売。販売、うん、まあ、売ってるの？営業です。いろんなところに、あのトイザラス。そう。そこなんかもうあの一緒にあのまあいろいろ営業もして、そこからもあのいろいろ、そんなことは僕のことはどうでもいいです。あのお名前なんと。私幸子です。お弁当買ってきたんだけど一緒に食べる？じゃあ。ね、いいですか。そうです。いや、食べれません。なんかまずそう。でも美味しそう。ちくわの揚げたのとか、ほら、のり弁だよ。食べよう、一緒に。引っ越しはるんですか、ここへ。僕ものすごく勇気いりました。だからなんかバタバタされてたし、みんな運び出したりもしたかったから、もう出て行かれるんじゃないかなって思って。今日の午後に引っ越すの。もうこの町は嫌なことばっかりだったから、隣の町に引っ越すの。うん、僕絶対無言電話も入れないし、あ、廊下でおったらちゃんと挨拶しますから、そんなことだけで引っ越すのをやめてください。無言電話があったから引っ越すんじゃなくて、なんか、いや、いいです。どこ行くか、それじゃあ教えてください。住所も、いや、もう絶対電話は入れないですし、また誰も付き合っている方がおられなかったら、僕も独身ですし、正式にストーカーみたいな行為もやめますから、あの嫌いだったらいいんです。あの嫌いになったら嫌いでいいんです。でも僕は強行手段を取ってここ入った。顔も知られてないと思ってたんですよ。強行手段でここ入ってたよ。ちゃんと前から知ってたよ。一回はお話してみたいなって思ったけど、でも全然挨拶もしてくれないから、どうせこの人も私のことをバカにしてるのかなって思って、私ちょっと頭もそんな良くないし、ちゃんとした仕事もしてないし、だらしないし、だからこの人も私のことをバカにしてる一人だと思ったから、私からは声をかけられなかったよ。だから引っ越すのはここをもう。食べよう、なんと。でも喋れたからよかったよ。なんで結婚できなかったの？僕も周りにバカにされて、会社でも万年平ですし、だんだん営業成績も悪いし、女の子とも喋れないんで、ついつい、いや、結婚なんてどうでもいいんです。いただきます。お腹空いてたんです。なんで私二つも買ってきたんだろうね。変だね。なんか二つ買いたくなって買ったんだけど、いい感じだね。美味しいです。これ隣のちょっと行ったところのおばさんがやってるんだよ。知ってます。僕も時々買います。あの人
人いい人だよね。あの人優しいよ。僕にも優しいです。お茶なくてごめんなさいね。もう水道も出ないのよ本当に。辛いけどつっかえちゃったねえ。あ、お茶ね、外行けばあるんだけど今外に行きたくない気分だからつっかえちゃった。喋れない？大丈夫です。死ぬかと思った。変な男じゃないでしょ。うん、見た目は分かんないけど喋るといい感じかなって思いました。でも46歳まで独身だっていうのも信じられる感じがします。48歳です。嘘ついたんですか？はい、すみません。なんで嘘つくの？ちょっとでも若く見てもらおう。そんな見えないよ。そんな2つぐらい。とっさに嘘つきました。33って嘘だよ。私も40。え、40もうすぐ。え、まだ1です。恐ろしいわ。とうとうストーカーにされたもんだ。恐ろしい。でもなんで私がやるとなんかかわいそうな子っていうか、そういうふうにこのセットもかわいそうそうな。なんか、いや、僕も、僕はこれ一切、ちょっと、僕は一切これ決めてないんですよ。ですマジで。なんか貧乏そうですよね。なんか貧乏そうや。今時この値段ってね、これ安山でで、ね、ほんま名古屋やったらこれ18,000円ぐらいやな。どこで八幡ぐらいで。紹介いたします。今日のゲストでございます大竹しのぶさんでございます。しかし、まあ、その前に僕、いろんなところで役者さんから噂を聞くんです。勘九郎さんだけじゃなくですね。僕はやっぱり、なんかそれ持って生まれたもんなんですか、そのなんか持ってる自然さいうんかね。え、何ですか。なんか僕はあの青春のもんからずっと見てますからね。あ、もう20年以上前です。そうですよ、高校生だった。すっごい感動して。もうぴったりですよね、あの役は。貧しい娘、うん、あのあそこのぴったりやったわ。だからずっと見てるんですよ。あ、そう、今日も貧しい感じ。貧しい感じ。だからこうやって喋るのは本当にこう、ね、そうですよね。あのお友達を返してそれは喋ってるんです。お話は聞いたりしてそれと、まあ、元のご主人とはね、もうあのものすごい迷惑かかってますからね、あの方にはね。すいません、はい、本当に。なんぼね、別れはってもやっぱりちゃんと言うもんは言わないとね、あの人には。わかりました、言っときます。お願いしますよ、夜中に電話かけてきたりしてね。ねえ、嫌味チクチク言わはるんですよ。ただそれだけのために電話するんですよ。そうでしょ。うるさいですよ、ね、それだけのために電話してくるでしょ。寂しいんですよ。で、あの全然ね、私が夜中とか寂しいとか感じないって聞いたんですよ、この間。もう幸せで幸せでって言って、楽しくてやることがいっぱい。この間見ましたか、さんまのまんまで。見てない。たまたま出た若い10代の子がゲストやったんですけど、うん、大竹しのぶを知らなかったんですよ。あ、その人が、うん、はいはい、んなカメラに向かって、大竹さん有名やおまへんな言ってましたね。なんか言い過ぎですよね。言い過ぎでしょ。すごい、ちゃんと言うてくださいよ。も娘もすごい、もうやだとかって言って、嘘ばっかりだしとか言って。そうでしょ。
裁判しませんか。怒りますよ ね, ね。で、裁判しましょうよ。喋り方が上手だからなんかそうです。ほんま聞こえるんですよ。聞こえちゃいますよね。もうなんです。なんかちょっとだけ本当がちょっとだけ入ってるんですよ。だから嘘があと190ぐらい嘘なんだけど、でも10本当があるから。だからね、全部も責めれないんですよ。そうそう。ほんでうまいことね、訴えられないような言い方するんです。そう、本当言っときますよ。言っといてください。また電話かかってくるわ。ちょっと目にしといてくださいよ。しつこく言ってきますからね、僕。そうですね。一生言いますよ。しつこい性格ですからね。な、そうでしょう。はい、本当に、まあそれはどうでもよい、はい。それでは今日見させていただきます。それではいきますよ。全部見るんですか。ええ、私恥ずかしいですよ。私ドラマとかでも見ないんです。自分の見ないでしょ。プレビューとか見ないんですよ。僕も一切見ないんですよ。もう見るとなんか撮り直ししてくださいって言いたくなっちゃうから見ないんですよ僕も、ね、あの男はよう見るでしょ。もう一回じゃないですよ。それで点数つけるんですよ。ナイスとか言って、で点数で比べたりするんです。ポイント1とか2とかって言って、それとか夜中とか自分のトーク番組とか それが分かれる原因の一つだったんですよ。だって夜中になんかっていう声が聞こえてとか思って起きると、リビングルームで自分のビデオ見て笑ってるんですよ。怖いですよ本当に。あいつくんですよ。そう怖いですよ、ね、あれで俺パター外したんですよ。すっごいパターをカン憎たらしいですよね。憎たらしい。 うまいことしとるわあいつ。世間に可愛がられながら生きとるわ。ですよね。ね、本当だ。そうでしょ。控えてお互い。なんかさ、私がひどい女みたいな感じですよね。うまいことだよ。だんだんバレ、だんだんバレていきますね。大丈夫です。あいつ絶対バレますよ。本当。しまいにバレます。いつかは被害者、被害者ですよ。立ちますよ、ね。そうです。俺なんかどんだけひどい人間にされてるか。ほんまは目は笑ってないとかね。これどう思います？ああやっと分かってくれたの。そうでしょ。ねえ、ひどい、ひどいよね、うん、なんか。ひどいですよ僕なんかは。ほんまに。本当。そうですやんか。ほんま。真実は絶対分かりますよ ね。いつかね。いつか。でも分からない場合もあると思うけど。コマーシャルの後はちゃんとプレビューします。それではもう一度紹介いたしましょう。これと全然関係ないから語ってしまって。それではいきます。今日のゲスト大竹しのぶさんでございます。それではいきます。いいですね、はい、それではスタートです。やだな、プレビューを一回もしたことない。これちょっと、もうここでもうドアの開け方からもう僕とは全然知らない人にしようと思ってたんですか。もう何も考えないで開けたんですね。何も考えないで開けた。でもあの開け方はもうものすごい走ってきた開け方でしょ。あの小道具のところでパッて手前にあったのがお弁当だから、お弁当食べよって思いながら開けたわけ。はあ、でもやっぱりね、このアパートが何かね語ってるからね。そうですね。そうでしょ、はい、なんか僕も暗い演技じゃないですかこの顔。暗いですね。暗いでしょ。カバンの持ち方も暗かったです。持ち方もなんか逃亡者みたいからね。どうぞ。ちょっと待って、これごっつ困りましたね。ひげちゃん、まさおちゃんって俺な、何ちゃんになろうかな思ったんです。私も何ちゃんにしていいか分からなかった。ほんでどっちにしようかな思ったんですよ。ほんでどっち、いや久しぶりやなとか、もう訪ねてきた人になるんかな思ったんですよ。そうなんですよ、ね。私誰かいるとか思って、誰だろうとか思いながら喋ってた。だから僕はそれ言う、あの大竹さんが田舎から出てきてここへアパートへ来た田舎の友達という風になったんかな思ったんですよ。この時マサオちゃんにもあったから久しぶり。何も考えてなくて。そうでしょ、はい、ふざけた女。どうぞ。あ、マサオちゃん。あ、ミキュちゃんじゃない、誰だよ。これでショック受けたんや。これで本物は誰になろうか思って。だってうんとかすんとか言わないから、じゃあ誰だろうって思ったんですよ。
返事してくれないから、マサオちゃんでもないし、ウキオちゃんでもないんだなと思って、じゃあ誰なんだろう、この人。こんな俺もやね、どっちに言おうか思ってた時に、誰なんだ言うから、もう急にストーカーかな思ったよ。ここでね。ここでストーカーや思って。決まったんですね。決まったんですよ、ここで。すぐ出てきます、すぐ出てきますけど、すーっと、さっきここドア開けたら、うん、あれだったんで。何？ちゃんと言いたいことあったら、ちゃんとはっきり言ってちょうだいな。絶対警察に言わんといてください。すいません、ね、分かんないよそんなの。ずっと無言電話入れてたん僕です。ストップ、これでストーカーだった。ここで決心して、ここでもうストーカーなろうと思ったんです。だから面識がない誰や分からんものにならないと。あ、そっかそっかそっか。もうここで思い出も語れないし、もうそうですね。だからもうそれしか知らないと。難しいシチュエーション。そうそうでしょ。いやだからもうそうしようと。よう、この頃ねパンツ泥棒にされたりねするんですよ。パンツ泥棒見てみない憎たらしい顔してこれ。どうぞ。何もしません。指一本触れないから、指一本触れないから逃げないで。いや、指一本触れないから絶対に。いやいや、すみません、あのね、あのずっとあの引っ越してきたのも見てましたし。どこに住んでる人よあんた。あ、隣の隣に住んでる。わかった。ちょっと待ってこれもうこれね、ドキドキしましたよ。近所に聞こえるか思うのと、それと、あ、大竹しのぶの演技やと思ったんですよ。いや本人は別にそんな気ないんだけど、出たととうとう本気なりよったというね。これ嬉しかったですよ、これ。そうです、指刺された時、指刺された時知ってる私。やだ、あなたの無言電話入れてたの。水とか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 。なんで無言電話入れてたの。好きになったんです。これおかしいわ。時々ね、芝居の中でもこの笑いするでしょ。え、嘘、本当？本当にこの笑いしますよ。じゃあ私なのかなこれ。そうそうでしょ。嘘、なんかどうしていいか分かんなかったから。これね。これ普通は笑わないんですよ、このもうね、二人気の状態の時にシーンとするのが、シーンと、そうでしょ、それがひどいですね。ひどいですよ、もうちょっと言ってしもてますよ。失礼ですね。どうしてちゃんと無言電話じゃなくて挨拶できなかったの。無言電話を一回したら無言電話がずっとあって、無言電話の方がいいと思ったんですよね。顔は見ても喋れないし、無言電話の方が僕はその方が好きだったんです。ずっとどんどん女どんどん好きになって、一日何遍も入れるようになったんですよ。それでこれはいかんこれはいかんって、そんな性格じゃなかったのにこれはいかんと思って、とにかく一遍話してちゃんと。そんなのに、そしたら普通にこんにちはって言って私がいる時に入ってくればいいのに、どうして突然入るの。変な人なんじゃない。変態って思われる。これを説明、僕全くその通りですよね。市長さんがそれやから知らないんですけども、僕としては、僕の理解は、別にそんな変態な男じゃなかったんですが、この忍さんを見てですね、一回電話入れて電話で喋ろうと思ったんですよ、ね、それがまあ11時半頃だったんでしょう、最初は。それで電話できないから一回切ってしまった。でそれを謝ろう思って2回目電話したけど、はいって言うて、そっちは食ったくないから出る、喋ろうと思って、これがカッパエビセンのように繰り返されるようになって、もうはいという声を聞くことが自分がワクワクする、もう喋らんでもいいというような状態になってしまったということを、これを言ってるわけですよ。ね、もうそういう風にしようと。でそこへ最初はね、その意味が全然分かんなかったんですだからそれなんです、僕、あなたの声を聞くだけであなたとは喋らんでいいと、だから廊下で喋ってしまうとその肺も聞けなくなるとだからその行為の方が好きやと。ポエムですね、ロマンチックですね。いいですありがとうございます。ほんまに返しがね、何年か一緒にいてただけに、バラエティの返しします。そうです。
ね、それはもうね、教育されてる、教育されてるんですね、はい、すあかんかと言われるでしょ、だって普段の会話でも遅いとか言われる、うん、遅い言われます。で、なぜこの部屋に入ったのかというのは、今日はそこでね、まあ、ちょっと、まあ、あの前後をしてちょっとややこしかも分かりませんけど、今日は後で分かったんですけど、今日はこの人引っ越さはると。あ、それはいいポイントでしたよね。ねえ、ちょっとそうでしょ、はい、ありがとうございます。おーとか思いました。だから引っ越しの日やから、もうどこ行くか分からへんなってしまうから、とにかく言わなくちゃ、言わなくちゃと。でコンコンとしてノックして入ることができないんで、先にいとこうと。ああ、それが荷物を見ながら思いついた。ああ、そう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 。それ、おお、いいじゃんと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう後でね、つじつま合わせていくのが、もうこれがね、ちょっとないっすかね。なんか、ありがとう、ありがとうございます。独身でしょ。独身だと思ったんです、ずっと。ああ、独身は独身だけど、でも年は違う。わからない年は。なんで好きになったの？顔。いい人だね。ちょっと嬉しかったもんね。嬉しかったんです。あ、そうですか。ありがとうございます。どうぞ。僕もあ、ほっとしたんですよ。変態の割にはほっとしてるんです。僕のことはどうでもいいんです。あの、お名前なんと。私、幸子です。お弁当買ってきたんだけど、一緒に食べる？ずっと幸子出てたらどういうことですか？全然わかんない。幸子です。なんかあるやろこれ。あ、違う、ゆき子ですって言おうと思ったんですよ。あ、幸せという字が出たんですか？うん、そう。なんでゆき子って言おう、ゆき子って言おうと思ったんだけど、あの今あの公開されてる映画のにゆきこちゃんっていう名前が出てくるから、映画の宣伝って思われたら嫌だな一瞬で考えた。あ、ポッポやの、そう、ゆきこちゃんって出てくるから、私の娘の役がゆきこ。あ、広瀬さんがゆきこちゃん、うん、ああ、そうです、うん、あ、宣伝思われたないと思って、そうで、で、幸子にした。早かったですよ。お弁当買ってきたんだけど、一緒に食べる？じゃあ、いいですか。そうです。いや、食べれません。なんかまずそう。いや、本当はまずそうじゃなかったんだけど。なんでこのストーカーの僕に、このもうこれを食べさそうとくぐらいまで早いこと気許してくれましたね。なんか早すぎましたね。ものすごい許してくれたの。顔が好きって言われたらもう急に。いい人かなって思っちゃって、もう許してくれたわけ。そう、引っ越してはるんですか、ここへ。僕ものすごく勇気いりました。だからなんとバタ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 されてたし、みんな運び出したりもしたかったから、もう出て行かれるんじゃないかなって思って。今日の午後に引っ越すの。はい、さものすごい反応早くしてくれましたな。ああ、引っ越すのね、うん、これがあったらちょっとドラマじゃないですか。ドラマが始まりましたよね。そう、ここでね、気持ちがなんか切なくなってきましたね。そう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 。のり面見て、その後引っ越されたらあかんっていうのをね、思ったんです。どうぞ。嫌いだったらいいんです。あの、嫌いになったら嫌いでいいんです。でも僕は強行手段を取ってここに入った。顔も知られてないと思ってたんですよ。強行手段でここが知ってたよ。ちゃんと前から知ってたよ。一回はお話してみたいなって思ったけど、でも全然挨拶もしてくれないから、どうせこの人も私のことをバカにしてるのかなって思って。私ちょっと頭もそんな良くないし、ちゃんとした仕事もしてないし、だらしないし、だからこの人も私のことをバカにしてる一人だと思ったから、私からは声をかけられなかったよ。だから引っ越すのはここ。もう食べよう。なんかいただきます。お腹空いてたんです、うん、なんで私二つも買ってきたんだろうね。これおかしかった。
笑うな、食べてる時に笑うで、ね、そらそうやわな、一人で住んでんのにね。でもこれおかしかったわ。いや違う、本当はなぜか2つ買ってきたのはあなたと会うために2つ買いなさいっていうことだったのねっていうところに持っていこうと思ったんです。でも全然そういう風じゃなくて、ね、喉に詰まらしちゃったから、あ、通じなかったと思って。俺これ通じなかったですよ。これ隣のちょっと行ったところのおばさんがやってるんだよ。知ってます、僕も時々買います。あの人いい人だよね。このセリフってすごくいいんですよ。バカにされてる、あの人にはバカにされてないんだ、はい、そうそう、ね、これお茶なくてごめんなさい ね、水道もものすごい違う、お茶を出したいんだけどね。お茶作っとけよ。一緒に入れといてくれ、ビニールに。違う、外にはあったんですよ、外に。そうそうそう、小道具さんのところにはあった。それ使うとは思ってないからね、これ、うん、入れといてくれよ、頼む。変な男じゃないでしょ。でも、して46歳まで独身だっていうのも信じられる感じがする。ごっついバカにしてるね。嘘ついたんですか？はい、すいません。なんで嘘つくの？ちょっとでも若く見てもらおうと。そんな見えないよ、そんな2つぐらい。とっさに嘘つきました。33って嘘だよ。OK です。いやいや、まあ本当に楽しかったですわ。なんか面白かったですね。面白かったな。なんか変な経験ですね。変な経験です。あの大きな劇場、それからまたこうやってね、まあこういうテレビですよね、それとか、あのベニさんみたいにものすごい近いところってあるでしょ、あれはもう全然変わらないんですか？そうですね、すっごく大きいところでやるよりはちっちゃいところの方がいいし、やっぱりこう自分の中に入れるにはこんな大きいともうこういう風になっちゃうから、やっぱりちっちゃい方が包まれる。あれ贅沢な劇場ですからね、あそこは。そうですね、だからテレビはまたテレビの良さっていうのがありますね。全然、ただ基本的にはお芝居が好きだから。本当に好きですね。ですね。だからあまり映画とかテレビとか、まあ、舞台とかあまり分けないでやっていこうとは思うんですけど、まあ、これからもいろいろ楽しませていただ、今日はもう本当に身近にこうやって一緒にできたんで嬉しかったです。そうですね、私も楽しかったです。ありがとうございます。本当にまたあの体壊さないで頑張ってください。はい、わかりました。ゲスト大竹しのぶさんでございました。ゴルフはね、そのだから今度7月11日の多分それが成立したら、そのみんなでまた関西のその関東関西のお笑い人がお笑い人さんもやってるんですよ。そうなんですか。